ちょっと待って、全然動かなくなっちゃったよ。よし、お待ちください、先生。一回こうやって切って、もう一回つけて、その今起動している間に、ノトノールスプレーを開けて、アプリが開いたので、一回向こうのチャットのところを開いて、開けたので、そのまま通話ボタンを押して、ノトノールスプレーを刺す。あ、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。配信してるのは大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、よかったです。今何してたんですか？ちょっと待って、ぶっ壊れたんだけど。課題終わったんで、誰かと話したいなって。あ、そうだったんだ。いつも声ともしてるの？あんまりしてない。あ、そうなんだ。いつも、何もそのすることないときは何してるんですか？いつもは YouTube 見たりしてる。YouTube 見てるの？はい。何見てるの？ VTuber とか。あ、そうなんだ。YouTube 見るけど、VTuber あんま見ないんだよね。面白いですよ。最近ハマってるのが、ちょんまげ小僧なんだけど。ひき肉のやつですか？あ、そうそうそう。ボンジュール、イソギンチャクです。ひき肉です！のやつ。最近流行ってますよ。そうそうそう。これが好きなの。もう見てみようか。見てみて、めっちゃ面白いから。黒歴史しかわからない、うん、あんま面白くない。全然どんなことでも大丈夫。黒歴史を集めるのが趣味なの。趣味です。はっきり言わないでよ。小学生の時に友達と冗談で先生の胸も揉んでました。キノコのこの子元気の子。女の先生の、ね、いや男も女も。ああ、なんかウェーイみたいな。そう。それをやって楽しんでたの。楽しんでました。え、今はその趣味はなくなったの？今それしたらやばいですよ。え、でも趣味だったんでしょ？うちに変な趣味って言われにはなかなかな趣味をお持ちだと思うんだけど。小学校の時だから。人の黒歴史を集めるのが趣味より先生の胸を揉む方がやばいと思うけど。忘れましょう。忘れちゃうの？あれは思い出したくないです。じゃあ話変えてあげるよ。 ありがとうございます。じゃあ、催眠術師なんだけど。はいはい。え、そういうの、え、なんそういうこと言うの？なんもないです。めっちゃ催眠術かけられるんだけどさ。はい。かかったことある？ないです。かかってみたい？かけれるな。かけれるけど、その、自分でかかってみたいっていう意思がないと、かかりづらいの。かかります。素直で草。じゃあ、うちが、3秒数えるから、しっかりうちの声を聞いててほしい。はい。いくよ。1、2、3、ちゃんと聞いてた？はい、聞いてました。じゃあ次は、うちが男の子になります。うん、っていうのを自分でもちゃんと、この人は男の子になるって思っててほしい。はい。もう一回3秒数えるよ。わかりました。うちが指パッチンしたら男の子になるからね。はい。1、2、3、どう？かかった？今、え？どうどうどう？めっちゃ低い声。え？かっこいい。かかったかかった？聞こえました。催眠術かかったね。すごっ。え、じゃあもう一回やってみる？はい、もう一回お願いします。じゃあうちが指パッチンしたら男の子になるよ。最初からいくよ。1、2、3。どうですか？怖い。え、怖いとか言わないで。え、ちゃんと聞こえる？男の子に。二人いますか？え、いないよ。一人だよ。え、そう。ほんとだよ。え、じゃあこうやって喋りながらさ、はい、指パッチンするとどうですか？変わって聞こえますか？変わって聞こえます。よっしゃー、これ上手くない？催眠術。どうすか？結構練習したんだよね。え、練習でできるもんなんですか？できるんですよ、それ。かっこいい。ありがとう。全然、うちはずっと同じ声で喋ってるから、違いが分かんないけどね。
どうやって聞こえてるかわかんないけどね。そう。マジマジマジ。ずっとその声です。ずっと変わらずに喋ってるよ、僕は。ラストチャンスに植えたつま先が。そうだ。いや、ほんとに。一回ほどこうか。はい。え、大丈夫？ん？ほんとに一人ですか？はい、一人です。そうだ。え、だって喋りながら催眠術かけたじゃん。もう、確かに。催眠術信じてくれた？信じます。単純で草。え、マジか。マジ。え、ちなみにね。はい。あの、指パッチンしなくても声は変えられるんだけどね。え？催眠術？催眠術なんてかけれないよ。え、じゃあ騙されたって。騙されたってことかな。え？でもあれだよ。一人なのは嘘じゃないよ。うん、一人二役かな。そうだね。一人二役やってるね。え？性別は？どっちだと思いますか？男の人。正解。うん。え？そう。本当です。ずっと僕が一人でやってました。すごい。ありがとう。まあ、催眠術はかけられないんだけどね。催眠術は？そうだね、催眠術はちょっとかけられないわ。ごめんな。アメさん、喉ぬる台、一応ありがとうございます。あのさ、ぶっ壊れて、取れたのよ、このノズルがね。はめたらさ、プシュって出たんだけど、見えた？はい、それではね、問題のシーンをちょっと振り返って、確認していこうと思います。あ、どうも、裏のジュラです。よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと、問題のシーンを切り取りまして、はい、再生していきましょう。あ、映ってるね。うんうん。映ってるね。ちょっと、カメラ越しでちょっと分かりづらいかもしれませんが、完全に映ってますね。はい。この後ね、ありがたいことに、喉ヌールスプレー台と、あとマウスパッド台をスパチャでね、何人かの方にね、投げていただいてね、もうこれからはもうちょっと汚れとか気にせずに、はっちゃけて配信できるなと思いました。はい。これからもよろしくお願いします。マウスパッドがさ、喉ヌールスプレーだっけ？マジでやばいんだけど。カメラのさ、裏の方とかにも飛んでったんだけど、ちょっと一回吹かして。マウスパッドはもう無理これ。確実に買い替えないと、もうこれ取れん。これは取れんわ。マジでやっちゃった。